3月といえば何ですか？3月といえばホワイトデーですね。バレンタインはあげましたか？忘れてました。じゃあもらえませんね。はい、もらえません。ということで、今回はホワイトデーのギフトにも使えるよっていうのをもう紹介できたらなと思うんですけど、5000円以内っていうテーマで、実際に今使っててマジでこうプレゼントしたくなるようなものを持ってきてもらったので紹介してくれますか？いいですか？こちらがリンクオリジナルメーカーズっていうブランドのヘアバームになります。めっちゃおしゃれなやつですよね。おしゃれですよね。置いとくだけでインテリアとしても可愛いかなって思うんですけど、私的におすすめしたいのが匂いを嗅いでほしいんですけど、シャンプーみたいな、めちゃくちゃいい匂いですよね。お風呂上がりみたいな、うん、でもめちゃくちゃ匂い的には強いので、朝塗って出かけてもう夜まで匂いしっかり持ちます。香水つけてるぐらいのあとテクスチャーというか、柔らかすぎず硬すぎずワセリンみたいな、そこまで硬くもない。そうです、いい感じに濡れ感も出しながらベタベタしすぎないみたいな。こういうのって硬すぎてオイルとか混ぜがちだけど、なんか混ぜた後みたいな質感です。天然由来のオイルを使っているので、このままハンドクリームとか、私たちデスクで乾燥使ってますもんね、はい、だからこのネイルクリームの役割にもなるらしくて、このままスタイリングしてなじませて手もいい潤うし、なんかすごいいろんな用途に使えるので、プレゼントするにはいろんなのに使えた方がいいかなと思うので、めっちゃ可愛いですね。可愛いです。これもらったら普通に置いときたいですよね、はい、ちなみにこれってどういう人におすすめしたいとかありますか？プレゼントって結構その人に合うかどうか難しいじゃないですか。特に匂いとか、ね、こういう系って、うん、でも髪も例えば私結構もうブリーチしてて乾燥しやすいんですけど、これ1個でオイルとか混ぜずにいけるし、そうじゃない方もスタイリングにすごい使いやすい、美容師さんとかも使ってる方すごく多いので、男性の方にももちろん女性の方にもいろんな方におすすめできるアイテムだと思います。じゃあ持ってきていただいたものを紹介いただいてもいいですか？はい、まず一つ目がこちらのイソップのクレンジングミルクです。この大きさは多分6000円くらいなんですけど、ギフトでお渡しするなら3000円台くらいのものがあるので、小さいサイズのものだったらいいかなと思います。イソップってこういうのついてますもんね。巾着ついてます。だからプレゼント用にもめちゃめちゃいいですよね。めっちゃいいです。こちらが全然違うものをお友達のプレゼントにイソップで買いに行った時に、一緒に自分の肌悩みとか伝えたら店員さんがおすすめしてくださって、で自分で使っててすごく良くて、メイク落としと洗顔も両方できるんで1個で済むんだ。すごい楽です。かのんちゃんの肌悩みって何だろう？その時は結構乾燥肌とかで悩んでて、ミルクタイプやったら結構しっとりのまま化粧落としもできるし、いいなと思ってその時購入しました。リピートしてるんだ。リピートします。一番説得力ありますね一回お休みしてて違うクレンジングにしてたんですけど、やっぱりいいなと思って最近買いました。今日も大きめサイズで買われてますね。はい、その1本でどれぐらい持つんですか？旦那と2人で使ってたんで覚えてないです。でも1本で大体3ヶ月持つみたいです。1人で使ったら。じゃあそんなにすごい高いわけじゃないね、うん、そうです。これは店舗で買いました。店舗で購入しました。もしかしてもう1個持ってきてもらった感じですよ。あ、そうです、はい、お香なんですよ。このお香自体は普段すごく使ってるってわけではなかったんですけど、今回プレゼントでも渡しするっていうところで、私結構普段お香が好きなのでお家でやってるんですけど、これいいのがお香立てがいらないんですよ。いい。蓋のところをお香立てにできるんで、プレゼントで渡すってなったらスティックだけもらっても困るから、お皿も一緒になってるっていうのがちょっとしたプレゼントにいいかなと気が利く思って。私もらったことあるんですけどなくて買いに行きました。1個で解決できるんだったら、うん、めちゃめちゃ良心的なプレゼントです、うん、昔タイに旅行行った時にお香を買ってお土産で、それで結構ハマっていろいろ炊いてるんですけど、これはもらったらすごい嬉しいだろうなと思って。ちなみにその香りは何の香りなんですか？はい、これがお香のメーカーさんが時刻で香りを分けてるらしくて、これ多分午後1時の香りなんですけど、集中力を高める香りらしくて、お家で例えば仕事の続きしたりとかする時にも集中しやすかった、お勉強とか結構はかどる感じの匂いみたいです。結構リラックス系の、めっちゃいい匂いです。すっきり甘い感じ。本当だ。確かに多分1時だからか分かんないですけど、眠たくなるような癒しっていうよりかは、うん、綺麗めの匂いかなって思う、うん、ちなみにこれっておいくらなんですか？こちらが1600円くらい、結構お手頃なので、ちょっとしたお礼とかのお返しとかにも、ね、そうですね、うん、ちなみにこれってどこで買われたんですか？これも店舗で買いました。セレクトショップみたいな、
いろんなお香とかプレゼント置いてある、名前忘れちゃったんですけど、うん、で買いました。ゆらぎで検索すれば出てくるのか、出てきます。あと誰にあげたいかみたいな。これは誰でもおすすめで、男女問わず使えるので、うん、私も夫婦で使ってたんで、男性の方にももちろんおすすめですし、女性の方も友達、上司とか問わず、うん、誰がもらっても嬉しいんじゃないかなと思います。これはお友達とか、それこそお世話になった方へのちょっとしたお礼とかでプレゼントしたらすごく嬉しいんじゃないかなと思いました。持ってきていただいたものを紹介していただけますか。はい、アスレティアのスイッチングアロマルームミストです。どういう時に使ってますか。寝る前とかにシュッシュッシュッってして空気吸い込んでリラックスして寝ます。枕とかもかけていいやつ。はい、空間とかでも全然大丈夫です。ちなみにどういう香りの。結構ウッディ系なので森林というか落ち着く匂いになってます。とってもいい。はい、あ、いい匂い。めっちゃ落ち着きます、うん、緑の感じでも。あ、そうです、超リラックス効果って感じなんで、疲れたなとか落ち着きたいなっていう時に振って吸い込んで寝る。あ、ここまで香った。え、思いました。広がる。はい、広がります。立った方が。そうなんですよ、10万するので。お値段いくらぐらいですか。お値段が5000円くらいです。素晴らしいです、予算通りです。これちなみに何で知られました。ルームミストが欲しいなってなってた時に阪急よく行くんですけど、はい、新しい店がポップアップでできていて、でそういうのめっちゃ好きなので行ってみようと思って匂わしていただいたらめっちゃいい匂いで、もうそこから虜で、オイルとかもあったりするんですけど、もうそれも一式一回揃えたぐらい匂いが本当にいいので、めちゃくちゃ他のラインもおすすめです。気になる。このミストはどんな人におすすめしたいとかプレゼントしたいとかありますか。私が結構疲れてる時に本当にこれ匂うと癒されるので、上司の方とかバリバリお仕事頑張ってる方にプレゼントをしていただけたら喜んでくれるかなと思います。絶対喜ぶ。はい、おすすめしたい、持ってきてもらったと思うんですけど、はい、見せてもらってもいいですか。はい、私はアルジタルのドロパックです。めっちゃ大きいですね。大きいです。これでも5000円以内で買えるのでめちゃめちゃお得です。ちなみにこれちっちゃいサイズ、本当にこのぐらいで何回か使えるやつで500円ぐらいでもあるので、一回そっちで試してみて、よかったらこっち買うとかでもいいかもしれないです。確かに入りやすいですよね、うん、そしたら。ドロのパックなんですけど、洗顔する前とかにこれでパックして5分ぐらい置いて流して、もうほんとそれだけでいいんですけど、流した瞬間にめちゃめちゃお肌ツヤツヤになるぐらいツルツルになるんですよ。だから本当に週1回とかでいいんですけど、めちゃめちゃ肌綺麗になるのでおすすめです。量は結構少なめくらいですか。量は肌が見えなくなるぐらい塗るんで、このぐらいだと思います。5分置いて流すだけです。その後洗顔とかもいらないので、めちゃめちゃいい。もう私ズボラなので。私もそうなのでめちゃめちゃいいです。もう男性でも使えるし、友達にちょっとしたプレゼントあげるときとかもとってもいいので、お値段もそんなに高くないからプレゼントとかにはちょうどいいかなと思います。ちなみにこれはどこで知りましたか。私の上司がおすすめしてくれて、その上司は美容が得意なので、その人の言うことを聞いてればもう間違いないので迷わず買いました。説得力しかないですね。そうなんですよ。だから同じことを今話しました。めっちゃ使ってみたいと思いました。ぜひ使ってみてください。おすすめしたいものを持ってきてもらったと思うんですけど、はい、見せてください、はい、まず一つ目はこちら、コスメデコルテのフェイスモイストシュアミスト状の保湿化粧水なんですけど、このミストは一番のポイントとしては乾燥、肌にめちゃくちゃおすすめで、会社にいるとすごいこう乾燥すると思うんですけど、そういう時にもう気軽に使える化粧水のミストになってて、あ、はい、メイクの上から使えるミストなんですけど、めちゃくちゃ良くて匂いもすごくいいんですよ。爽やかなフローラルっぽい香りがするので、これをもう使うともう気分が上がるというか、すっきりした感じになる仕様になってます。ちなみにどれくらいの頻度でつけますか。1日にだいたい2、3回ぐらいですかね。そんなもう頻繁にかけるわけじゃないんですけど乾燥してきたなって思ったらシュッシュッとかけるって感じですね。ミストもすごい細かいので、メイクも崩れないので、もうかけてもそのまま放置で大丈夫です。値段も意外とそんな
なに高くなくて、コスメデコルテなんて高いかなと思うんですけど、3年くらい、意外と大容量なので、まあ、1日に2、3回振るだけだったら結構何ヶ月も持つかなと思います。ちなみにこれどういう人にプレゼントしてるんですか？私もこれ実は一番最初に先輩からいただいて、実際に使ってすごいお気に入りだったので自分でも買ったんですけど、もし自分があげるとしたら後輩とか、あといつもお世話になってる先輩とかにあげたいなと思います。もう一個最近ハマったお菓子がありまして、これなんですけど、前韓国旅行に行った時にこれが売ってあって、みんなこぞってこれを買ってたので気になって、でもその時は買わなかったんですけど、最近日本でプラガって売ってたんですけど、買ってみたらめちゃくちゃ美味しくって、もうこれは手軽にあげられるかなと思って。これ何ですか？これはハニーバターベーグルチップなんですけど、パンを固くしたような感じのチップみたいな、そうですね、ラスクみたいな感じの食感で、味がハニーバターなんですけど、そんなに甘すぎずに食べれるので、甘いの苦手な方とかでもすごいおすすめのおやつですね。しかもカロリーに書いてる。いや、そうなんですよ、女の子って結構カロリーとか気にしがちかなと思うんですけど、260カロリーで、まあ、低くはないんですけど、すごい大容量入ってて、これぐらいのカロリーっていうのはそんなに罪悪感もないかなと思います。韓国語で書いてあるので、でも韓国発のお菓子で、最近多分日本に入ってきたおやつかなと思います。これはお友達とかに気軽に渡すでも良さそうです。そうですね、特別な日とかじゃなくても手軽にあげられるようなアイテムかなって思うので、日々の感謝とかにもさっとあげられるかなと思います。自分にも買おうと思います。いいですね、自分にもおすすめです。5000円内でプレゼントしたいほどおすすめしたいものを持ってきてもらったので、紹介お願いします。はい、こちらのブラシです。気になる。可愛いですよね、これ。これがジョンマスターのブラシです。うん、これはブラシが2層になってまして、奥まで毛をしっかり拾ってくれて、溶かすとすごくツヤ感の出る髪質にしてくれるブラシです。私使わせてもらったんですけど、はい、めっちゃ変わりました。え、ですよね、柔らかくなりました。そうなんですよ、ほんと収まりがすごい良くて、うん、しかもこれ5000円で買えるっていうのがまたいいですよね。いや、そうなんですよ、しかもこれ私の名前が入ってるんですけど、かわいい、名前を入れて5000円以内で買えます。やっぱ名前入ってると特別感もあるし、うん、プレゼントにはすごくおすすめです。嬉しいですよね、自分じゃ入れないからこそ入ってるとちゃんともらった感みたいなのがあっていいですね。オンリーワンのブラシなのでもらいたい、はい、嬉しいと思います。ちなみにこれどこで買えますか？これはジョンマスターの店舗と、あとオンラインストアで買えます。オンラインストアでも刻印はできるみたいです。あ、ちなみにこれもどんな人とかに渡すのがいいですか？ブラシだったら誰がもらっても嬉しいんじゃないかなって思います。自分じゃあんまりこういういいブラシって買う人って少ないと思うし、だから嬉しいと思います。あと被らないと思います。意外と持ってる人少ないイメージです、うん、だから今日知れてよかった。あ、よかったです。ありがとうございます。はい。